素敵。どうぞ。あ、こんにちは。よろしくお願いします。ちょっとすごい雰囲気がもう高級感あるね。撮ってあげるよ。はい。すごい。ね、素敵。上も綺麗だね。はい。大丈夫。めっちゃいい顔になるよ。音色が会長や。ちょっと素晴らしい。やだ。これはこれは。一期一会。いや、ちょっとまたこれ。ね、すごい。まずお茶いただこうかな。そうしよう。あ、チェンジか。え、コーヒーも OK。 すごい。どうです？素敵。ひまちゃん一人ぼっちで頑張る。いや、こんなご褒美が待ってるとはね。本当だね。ありがとう、いただきます。すごいね。お茶もないし。お茶もやっぱり美味しい。この椅子一番積み。一番。そうなんだけど、ここ初めて。こっちは全然紹介したよね。そう。食べ。赤絨毯結婚式とかあここでやんできそうな神殿の、うん、さあ今日は金庫みたいなこちらにお世話になります。え、何ですかこのドア。何ですかこれ。え、ホーシングル全然わからない金庫みたいな。そこホテルみたい。ここだけとは。いや、ちょっと素晴らしい。ここにもあるの。なんだろう、この贅沢なサイズ。消毒があって。書斎、すごい書斎になるよ。誰か勉強するんじゃないの。すごい。何 LDK これ。すごいんだけど。え、ちょっともうお部屋じゃない。なんか、何洗面所、素敵。洗面所、はい、入って。洗面所ってほら、ここに。え、あるの。え、嘘、あるの。え、
どういうこと、どういうこと、あ、そうなんだ、ここに付いてるんだ、はいはい、ちょっとヒノキのいいわね、いい、十分、ほんとだ、あ、これ露天風呂、だ4人で入ってたから、ここヒノキ、これヒノキ、すごい、すごい、なるほど、すごい、すごいね、素敵だけど、あ、違うんだね、いや本館はもちろん素敵ですけど、はい、景色は桜が見える、あ、下が、下に川が流れてますね、転げ落ちそうだな、これが下に下がるんだって、あらすごいよ ね、どうやって下がる、何下がって、その上に布団、その上に布団敷けるんだ、ちょっと待って今スキッチュこのザブトーンが違うの、このザブトーンがめっちゃ太ったすぎて厚みがあるから滑っちゃう、ね、冷蔵庫の中お水だけ無料ですからね、お水無料やった、お水が無料、暑いからだと何倍でもいいのでしょ、下で、そうそう、今何時、今ね4時30分フリードリンクの意味がなくなっちゃったね、え、フリードリンクだって今日あの食べるところだよ、フリードリンク、あ、そう、ちょっと遠いな、お酒ないな、でもさ、でもそこでも飲めばいいんじゃない、そうだね、まあそこでも飲めばいい、食べれないじゃん、そんなに、そこでも飲んで、下でも飲んで、食べれないじゃん、食べれる、食べれないじゃん、自分を信じて、え、なんか早くお酒飲みたくない、まずでも一応、あの、お茶を、さっきもお茶飲んだけど、ありがとう、せっかくちゃんまちゃん入れてくれたから、ちゃんまちゃんが入れてくれたからお茶を飲みましょう、はい、毒入れてきました、はい、毒、はい、ありがとうございます、死なない部分に入れてくれたかな、はい、いや、毒を、ね、うん、だからあと24時間で、私、書斎で寝るわ、あの椅子に座ってこうやってじゃあ、ね、私、あっちで一人で、いびきすごい、じゃあみんな4人バラバラ、バラバラで、何のためにみんなできたのっていう、いびか、ねえねえ、ちょっとうちの旦那買ってきて、お菓子食べない、え、食べたちょっとちょこっと食べたら、今ちょっとすっごい、私だけで買ってきたんだって、これでご飯あるんだよ、ご飯、何これ、まあ、つまんで、つまんで、あとほら持って帰ろうよ、ご飯あるんだよ、でもさ、まだ食べようよ、ご飯何時から、いやいやいや、タクシーすごいな、タクシーでしょ、ご家庭、あ、ご家庭、なんかさ、これ大好き、なんかさ、コーヒーとつまみたいな、そうそうそう、あ、じゃあこれ、これもね、明日でもいい、うん、したら、ね、コーヒーとそうしようよ、冷蔵庫に、ね、入れておくか、うんうん、ね、まんま、で、これをちょっとつまみ、これ、あ、これ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 、あ、これ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 、どれから食べる、適当に夜とかつまもうよ、うん、うん、はい、200くらいしたかったね、いや、ここだと、ね、それってすごいじゃん、まずいじゃん、びっくりで、一発でも幸せ、こんな素晴らしいところに、ね、なんか本当にありがたい、ついてる、すごいすごい、人生ついてる、いや、私もそうだよ、こんなにいただくなんて、ちゃんと多分あれだよね、幸福の広さの清さの法則じゃないけど、多分持ってる、持ってるよ、私持ってるでしょ、何回も体験してるもんでしょ、うん、持ってると思う、これ学校職人って美味しいんだよ、すごく、ね、そうそうそう、すごい、美味しい、美味しいんだよ、高級のなんか頑固派の貸し木がすごいおっきいっぱいになってるからね、ね、いただいてみましょう、金粒がもともと入ってるのある、はい、5時半から早くお風呂入った方がいいよ、ね、5時半から何、ご飯、うん、え、早い、今何時、もうちょっとわかんないんだけど、これ見れないの、私この時計だったの、これなんかどんなに借りたんだけど、うん、見られない、それ何、時計なの、何分なの、これ、あ、今何時、多分、うん、4時30分何分、じゃあ終わりだよね、もうそれまでお風呂入るでしょ、うん、すごいな、もうちょっと早く来て、もうちょっとゆっくりしたかったよね、うん、5時半からご飯だったらウェルカムドリンク飲んでる場合じゃない、そうだよ、そんなことないよ、だって9時まで食べられるから、で10時まで飲めるんだって、ああそう、え、なんでウェルカムドリンクでも、まあ、5時から10時まで何杯でもいいわけなの、なんで、何でもなくコーヒーでも、コーヒーもいいって言ってたもん、お酒も、うん、でもそしたら食事5時半からだったらそこで乾杯でも1回、あのラウンジで1回乾杯ぐらいしたいよね、
でも食事会場でも飲むでしょ。食事会場にいきなり行く、うん、何時からみんな、ね、全部満喫したらいいんだな。何時からだ、うん、何時から食事5時半5時半からもうすぐだよ、もうすぐだよ。だからお風呂入って、うん、ウェルカムドリンク飲んで、うん、ご飯食べに行って、ご飯食べに行ってまた飲んで、うんうんうん、で食べるとヨウちゃん持ってこなくてもよかったね。何がお酒、え飲みあれ、あれ飲みたかったよね。あれ飲みたい、飲みたいでしょ。まあそれはだから飲み終わって部屋で飲めばいいよね。このぐらいにしとこう、うんね、だってご飯、うん、せっかく客車もお風呂の前に甘いの、甘いの食べたのね。ご飯食べればあと1個。あーなんかお酒飲みたいね。飲みたい。何だよ、いつきるし。そうそう飲みたい、飲みたい。あのね、この暑いからすごいのよ。少しちょっとこうお腹が減ってる時に減っててちょっと疲れてて、ビールをクククッと飲みたいって感じ。お茶飲んでる場合じゃないの。お茶はいいよね。え、生ないの？ないな。生はいいよ。私この白ワイン後で絶対飲む。ほら、それだとさ、じゃあそっちにビールがいい。じゃあそうしよう。で、帰り行こう。うん。え、ここでウェルカム飲まないの？生はないの？なんか生ないんだろ。でも分かんない。言えば。そうなの？こっちは。へぇ。え、こっち。ちょっと、ショッピングセンター。うわぁ、なにこれ。え、ちょっと待って。近代的なんだけど、いきなり。いきなりね。急に。センターだ。なんかいいね。いちいち感動。これも桜なんだね。でもやっぱりほらこっちはここも桜。桜離宮。ねこれ地域剥がすなこれ。じゃあ端っこの席で。はい、どうもビールですね。はい。すごいね。種類いっぱい。ね。いっぱいあるね。ああ、あれなんか入手に難しい。難しい。え、はい。美味しいよね。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。はい、行きましょう。夜は夜顔だけ寄ります。はい、いい、はい、じゃあ反対シーン撮りますか。はい、なんか切るな。はいはいはい、じゃあ、はい、温度お願いします。はい、じゃあ、じゃあ、みちのく4姉妹、みちのく4姉妹、はい、はいはい、はい、はい、まずね、あのヨコちゃんのお誕生日ね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとは自信ご苦労様。ありがとうございます。ご苦労様でした。ありがとうございました。本当に。ありがとうございます。あと、みちのく4姉妹、親睦会です。はい、親睦会ですね。はい、はい、温度お願いしますね。はい、じゃあ、みちのく4姉妹、これからも健康に気をつけて。はい、どうも。仲良く頑張りましょう。仲良く。よろしくお願いします。じゃあ、乾杯。混ぜていただいてありがとうございます。ありがとう。乾杯。来てくれてありがとう。来ます来ます。うん。すいません。じゃあ定位置に戻りましょうか。あれなんかつ今日つくんですかこれ。なんか歌ってなんだか。フルーツのフロマージュってデザート。あ、美味しそうだね。何これデザート感覚？マスミちゃんの一個持ってくから。本当？ありがとう。なんかちょっと美味しそう。食べてみないとわかんない。すでに。わかんない。くまちゃんにも。これね、もういらないの。いらないの。クラゲはいる？いらない。いらない？じゃあ一回戻るわ。うん。もう一回食べる？りょうこもうどうぞ食べる？もう一回行って。もう一回行ってこい。はい、これが私のチョイスです。これなんとかフロマージュ配用庫だ。はい。
で、これマスミちゃんに、なんとかフロマージュ、ありがとう。で、頼まれてないけど、くまちゃん、すごく立派、全部美味しそう、うん、でも生まだ一つも食べてないね、ね、でも私食べるまで遅いのよ、やっぱ食事はちょっとこっちがいいよね、ちょっと待って、島瀬ちゃんにさ、世話焼かれてさ、うん、お気に入ってくれたり、取ってもらったりさ、何お嬢みたいな、お嬢か子供か、やめて、ちょっとはだけてた、なんだサービスのどっかに食欲ないしね、西田さんからピピーピピーって心臓みたいな、だってほら普段食べれないものを食べた方がいいじゃん、そう、そうだと思う、ね、うわ、うん、いいねこの焼き加減、うん、食べれるじゃん冷めてる、でも大体出来たて食べれるんじゃない、うん、さでもさ、お食事しいね、こういうステーキもなかなか食べれないんですよ、ね、美味しい、うん、ミニトマトが美味しいですとかって言わないで、うん、美味しいだろうけど、うん、新鮮、ね、なんかやっぱりミチちゃんが美味しいっていうのは合わないかもしれない、うん、いやでも美味しい、あ、ポテト美味しい、美味しいでしょ、これもっと食べたいね、ここはさ、うん、食事いいよね、食事いいね、うん、やっぱりマスミちゃんがお墨付きのエビチリ、エビチリ美味しい、マスミちゃんカレーだったもんね、うん、カレー美味しいんだ、エビチリ朝も美味しい、うん、朝何意地悪ばあさんみたいな顔するのだって朝からほらオムレツみたいな、朝は呼ぶね、うん、朝までつけなくていいね、朝は私洋食にするじゃん、洋食、オムレツ、違う、いろいろ頼めるのね、うん、なんか作りたてのオムレツ、目の前に、いいね、いいね、ようこつくんでしょ、あ、朝、来たときから、いるよ、なんか早起きしねえなと思ったらオムレツが作ってたとか、え、何、ようこちゃんここでパートしてんのみたいなダブルワークしてます、朝だけダブルワークで野球に通ってから食べる、うん、このこれ食べていいの、四川バッグ、うん、特別な人に、うん、何やの何、ホタテ、美味しい、美味しい、コリコリしてる、ホタテはね、ダックうま、ダックうまいんだけど、ダック、ダックうまい、ねえ、くまちゃんもほらダック食べてるじゃん、ダック美味しい、これダック、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 ダック食べたことない、ね、ここさ、お醤油ないんだよね、ダックって、取り出せない、え、ダック、ちょっとね、ヨコちゃんこれ一個食べて、一個食べれる、臭みないもん、あ食べれるね、いや全然ハムみたい、うん、美味しい、ハムみたい、ハムだよな、ハムかい、ミュンタンとダックは食べた方がいい、うん、ダックなのにハムかい、うん、ね、うん、シェフがっかりするクマちゃん、あと何回戦いくの、これ2つだ、クマちゃん、これをもう1回食べないんだよね、樽で飲んでたって言われるけど、かわいいの頼む、その通り、マスミちゃんポテトが、あ、四川ダック、四川ダック、あ、マスミちゃんそのポテトって言うとくれる、うん、あ、私それもっと食べたい、ポテトだけって、うん、あのステーキのポテトと一緒だって、ちょっと一丁くらい行ってくるわ、うんうん、ありがとうございます、いや、一ついただきます、これ何つけるんですか、ちょっと味は漬け込んであって、もう味はついてます、ちょっとだけこちらのタレつけていただきます、 あ、はい、あとからし、あ、そうですね、からしはお好みで、ありがとうございます、牛タンとステーキなかなか食べれないよ、あとこれね、はい、うん、これね、その豚肉怖くても、豚肉これ、うん、美味しいよ、怖い、中華だよね、うん、中華、ちょっと私ワイン持ってくる、うん、お酒いらない、ともちゃん、いや、私も、見計らって自分で行きます、うん、見計らって見計らってはい、ありがとうございます、ワイン飲みたいと思います、これはですね、私いろいろ一の蔵とか、うん、ちょっとほら、おばさんとかに教えていただいて飲んだことあるんですけど、うん、これは神群の天照、天照です、はい、で辛口じゃなくて、うん、なんか
純米じゃない、もうちょっといいよ、吟醸だから、うん、ちょっと飲んでみます。それには、くまちゃんレビューして、このカニがいいんじゃないかと思って、うわカニをちょっと、めんどくさそうですけど、でもほらせっかくの日本酒だから、ちょっとっ、うん、じゃあ私にも向いて、うわーい、なに、なんかさ、なんかマスミちゃんだけもうさ、なんかもう、うん、ステージが違う、いや、また戻るの、ステージ戻るの、甘いのしょっぱいのね、ちょっとお下品な感じなんだけど、いやえ、じゃないんだよ、私喋らないの、ステージちゃんの店狙ってる、どれか食べて、これちょっと多いかも、だからどれか、これとか味。だって今度もしもあれだったらね。なんか。ねまずまるまる食べたら。どれかまるまるほら。どっちか。焼酎の味がスイス食べるってどういうこと？何の話してる？足がつるんだ。くまちゃんはロングよりこの短い方が髪似合うね。ロング見たことある、私はあの奇跡の一枚の時、うん、あの奇跡の一枚ね、でもさ、私はすみちゃんだけお酒思うんだけど、何味まとまってるとさ、箸近くても長くてもいいんだよ、そうだよね、うんうん、今日グレープフルーツすごい飲んでる、グレープフルーツばっかグレープフルーツ味好きね、美味しいよね、美味しい、美味しい、触覚、そうなんかこれすごいなんか安眠です。あ、ね。姿勢いい。くまちゃんミックスナッツとか食べる？食べる？マドレーヌクッキー食べる？マドレーヌだって。香りがいいな。なんか高級感ある香りだね、これ。しかも良かったけど、でもこれはまたちょっとこうワンランク上の香りが。さすがイブさん。値段一つけてください。魚屋の。魚屋の。1万円。魚屋。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。堪能できました。ありがとうございます。高いね。ね、いやでも楽しかったね、楽しかった、ちょっと浴衣が残念だったね、ごめんね、いやそんなことないよ、全然全然あやっぱじゃあ何一人じゃ浴衣も着れないんだからさ、していただいて大満足です、私だからあの別地方向の感じで着るしかなかったよ、ね、ちょっと慌てちゃった、なんかそれからあの部屋に、ん部屋に部屋のあの、うん、浴衣でいるしかなかったよね、うん、あれ着れなかったら、これは何、いやいや申し訳なかった、全然あんな喜んでくれたの似合うことないよ、全然、まあ顔でカバーしていただいてね、はい、顔でカバーしていただいて、いやてかさ、あの浴衣が可愛かったから綺麗だもんね、そう私もヨコちゃんのおかげであんななんかあの生娘みたいな柄の浴衣着せていただいてありがとうございます、ヨコちゃんのおかげで、ヨコちゃんのおかげでよ、あの私のおかげなの、私があれを選んできたからでしょ、そう、私が選んだのはもうきつくて入らない、しかしさ、ちっちゃかった、そうちっちゃくて入らない、何これ